こんにちは、野賀です。今回は私とどっちが長くプランクをできるか勝負しようというチャレンジ動画です。皆さんもぜひ一緒にプランクをしながら見てください。では早速始めていきたいと思います。スタートです。さあ始まりました、プランクチャレンジ。どこまでプランクができるかっていう風にやったのは初めてなので、どのくらいできるか結構未知ですね。ただまあ私の動画を普段やってくれてる方もそうだと思うんですけど、2分はいけるかなと思っています。2分はいけるけど、その先はどうだろう。目標は5分かな。5分できたらかなりいいと思いますね。今回はですね、膝がつかなければ OK ということで、多少はね背中とかお尻が上がっちゃったり下がっても、まあできるだけ良い姿勢は保つんですが、良いということにしようかなと思います。ただですね、本来プランクは姿勢が崩れてまで無理にやるものではないので、皆さん普段やるときはちゃんとした姿勢を保てる時間でやってください。今回は特別にチャレンジということで、頑張ろうと思います。あ、1分経ったようです。常に腕がしんどい。はい、ちょっと辛そうですね。早くも辛そうです。皆さんは続いているでしょうか。今回は靴を履いてトライしたのですが、ちょっとね、靴を履くとやっぱり前に少し重心がかかるのか、どちらかというと腕がしんどかったですね。ただ靴を履かないと履かないで足が滑るという問題があって、これはなかなか難しいところでございます。さあ2分が経ちました。余裕かと思ってたんですが、結構辛そうです。辛かったです背中が少し上がっていますね。これは2分までの辛さと、だいたい2分半からの辛さが全然違くて、2分超えたぐらいはまあ頑張れば5分ぐらいはできるかなという感じなんですが、だんだんとね急に辛くなってきます。いろいろと負荷をかかる場所をちょっと変えて、前後に重心を移動しながらバランスをとっているんですが、それがね逆に良くなくて、どんどんバランスが崩れていきます。時間が長く感じる。3分です。皆さんはプランク続いているでしょうか。なんとか3分が経ちました。グラグラしています。皆さんも頑張ってください。あとこの動画はですね、動画の尺で私のプランクの時間がバレないように、最後に実はダミーの動画を挟んでいます。くねくねしている。さあ4分もつか。ちょっと5分は厳しそうに見えますね。5分は厳しそうです。なんとか4分は持ちたい。4分です。あー4分でした。皆さんはまだ続いているでしょうか。こちらからね、今ブランコやってる動画はダミーになります。結果は4分でした。ちょっと悔しいですね。5分皆さん続いてますかね。はい、というわけで今回は4分という結果になりました。この動画は続けてみても特に面白いことはないので、皆さんまだねプランクを続けてる方はぜひこの動画をタイマー代わりにまだ続けてくれればいいなと思います。ちょっとこれはリベンジしたいですね。はい、ということでアナウンスもこの辺にしようかなと思います。
皆様、ここまで続けてくれた人は本当にありがとうございます。またね、鍛えてまた私と勝負しましょう。ということで、以上のがでした。またね。動画はまだちょっと続きます。はい、6分経過です。一応続けてる人のために撮りました。6分続けてるあなたは、めちゃくちゃすごいと思います。7分です。ここまで続けてくれた人はいるのでしょうか。私にはちょっと7分はかなり遠い道のりに感じます。お疲れ様でした。ではでは。